壊すの？え？アメリカじゃ生きていけないですわ、うん、いやいやそう、どこまでがジョークでどこまでが本気なのか分かんないね。辛くなってきちゃう。どうも皆さん、私の宇宙船ようこそ。私キャプテンのゴージャスです。お願いします。そして本日のオペレーターは、はい、河野まりかです。まりかちゃん、イエー。はい、夏近いね。多分ですけど、うん、もう夏ですよ。もう夏かな、配信の頃は。夏ですよ。エンジョイしてるかな、これみんなね。どうなんでしょうか。今年の夏はね。お、どっか行くんですか。暑いみたいだよ。例年通り。そうですよね。どっか行く？いや、全然行く予定はないんですけど、うん、そうですね、やっぱり夏は海に行きたくなりますよね。海行きたいかね。ここで割れます。それ俺山行きたい人だから。海だって何すんの。海って海の空気を吸う、うん、海の空気をするの。ちょっと潮風とか、あとなんかベタベタになるでしょ。ハワイとかのココナッツの匂いとか。ハワイ、ハワイなんか行かない。まあ行けないと思いますけど、でもなんかそういう綺麗な海のなんか風に当たりながら。いやいやいや、山でバーベキューだよ。虫いるじゃないですか。虫はどこでだって。海にも虫、海には虫ほぼいないですよ。船虫いっぱいんだよ、いっぱい。いっぱい微生物もいっぱいいるし、そっちの方があれだよ。微生物なんてたらどこにでもいますよ。いや、どっち、君はどっち、山派、海派、どっち、コメントちょうだい。ね、そうですね。まあ、はい、素敵な夏の思い出、うん、作っていただけると光栄ですよ。はい、よし、大野。はい、お願いします。やっていくぞ。はい、今回もクワリ役務のサマーキャンプやっていきます。はい、クワリ。前回はローラ。そうですね、マリンカちゃんが。はい、マリカちゃんのせいでね、マックスが恋人だったのかな。マリカちゃん選択がミスったのかな。正直ちょっとなんかこう喧嘩続きだったから、いい別れのきっかけ。今ひどい。うわ、こわ。策略的に。そんなことないですけど、でもやっぱり救えなかったなっていう罪悪感はあるので。いやいや、今回はちょっとゴージャスさんに。まだ分かんないからね。今度は私のターンで僕がマックス助けますんで。なるほど。生きてるのかな。はい、お願いします。関わらないかもしれないです。はい。はい、ということで頑張っていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。ゲーム画面こちらです。どん。お、バス来たよ。アメリカのバス。人いっぱい来るんじゃない。あー、いっぱいいる。エマ。あ、帰ってったの。うん、あ、あれ、ジェイコブいる。ジェイコブ、いっぱいいる。時間軸、時間軸どうなってるの。さあ、見てなかったね。8月 22? 17時って書いてましたね。キャンプ最終日に失恋ってありがちじゃない。ひと夏の恋ってやつね。わお、そうなの。アメリカン。誰にもわからない。彼は皮肉。いや、皮肉、いや、いや、ね、うん、いや、アメリカンジョークだ、皮肉。あ、なるほど、うん、ノリを合わせていく。ほらほら、子供だし、すぐ忘れるさ。忘れるさ。あなたの絵馬を忘れられそう。あ、それは関係ないだろ。アメリカン。アメリカンだ。不機嫌なわけじゃ。いいか、昨晩ちゃんと話し合って。なるほど、それじゃあもう二度といい子いい子してもらえなくなったんだ。あら、うわー。そりゃね、あそこの壁ペラペラだもん。もういい。聞かれちゃった。聞かれちゃったんだ。やめろよ。はい、エマ。はい。あ、こいつは整理整頓って言葉知ってるか。何、いきなり真面目ぶって。黙って残りのバッグ持ってきてくんない。救急。誰が起きるぞ、これは。性格悪いな。まあね、逆に整理整頓できてる感じするけどね。収納上手みたいな、ね。この時はまだ閉まってますね、あのここね、ここね、倉庫みたいな。あれはいつの話になってるの。時間軸的には前のマリンカさんやってたのは、うん、その2ヶ月前かな、はい、の話。もう2ヶ月経っちゃったの。マックスいるんじゃないまだ。前回のはキャンプが始まる前にあのキャンプ場行こうっていう話だったんで、今回キャンプが終わったっていう話です、ね。ほう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 。そっか、そっか。明日からって言ってたのが。キャンプ開きの日ね。そうですね。人いるね。あれ誰、あれ。誰かいますね。え、
これ一緒に来たんじゃないですか、キャンプに。え、これこれは音楽聴いてる。いや、今はその何聴いてんだ。そうかい、答える気はないんですね。ああいいね。ちょっと上行けんのかな、じゃあ前人未到の、あ、いや手伝わなきゃダメな雰囲気だね。ああ、そういうことか。確かにお手伝いイベントっぽい。上、あ、下になんかありますね。あ、ピンや、調べるところ。さっきと一緒のとこじゃない。あ、地図だ。地図変わってないな。木の陰で見にくい、うん、死に至らぬ傷は成長の糧となる。勘弁してくれ。そうだよね。本当だよ、それが普通だと思う。もう手伝うか。お、ムービー。くそ、マジかよ。閉まっちゃった。開けてくれ。バッグの回収を手伝ってくれ。お、それがちょっと修理をしなきゃいけなくてさ。ディラ、あ、ドアがね、ほら。ディラ、壊れちゃった。ディラ、頼む。ディラ、壊れた？バッグを取ってこないと。どうなっちゃってんだろうこれ。どうなっちゃってんだろうこれ。って閉めるって。そんなことあります？アメリカっぽいね。ね、ちょっと日本の文化じゃ考えられないやり取りですが。こっちもなんもないのかな。こっち、綺麗な風景でございますね。ねえ、ローラもこれが見たかっただろうに。この景色が。いや、ローラはでも合うでしょ、そのうち。合うかな。なんか注射されちゃってましたよ、だって。うん、もう眠らされてんじゃない。どっかにいるのか。でこれ、ほら綺麗な湖もありますよ。本当だ。いいスポットですね、ここ。うん、いいでしょうね、これ。あ、なんだ。お、なかった。なかったよ。いい。お、入ってる。開けていく。あら、入っちゃった。不法侵入的な感じ。忍び込んでいく。どうだ。これはね。多分、あ、2ヶ月前から同じマグカップが置いてある。誰も来てなかったね、ここ。誰もここに触れていない。お、お、なんかこれ、これはね、ホラーか。うわ、苦手なんだよ。わお、キャンプ場でこういうの置いてあるともう嫌ですね。嫌だね。想起しちゃう。ちぐるっと向けないな。こっちも行ける。なんだここ。あー、レクリエーションができる場所みたいな。お、ぐるっと回ったら入り口だよ、ここ。あ、確かに。お前たち、どこ行った。出入り口っぽい。これいない。 A 取れた。しゃ、見る。まあ、見ても見なくても LB。 さっきのおばあさんのところで結局教えてくれるんで。あ、ほんと。あとから知るヒントでもいいんですね。そうですね。いいよこれ、荷物の前に必要だった。これ確かに先に荷物やっちゃってたらここ来れなかったかもしれない。ん？閉じ込められたくないな。うわ、閉じ込められたら怖い場所なんだ、うん、これ後ほど閉じ込められることがあるんだろうね。フラグでしょうね。そうね。冷蔵庫か何かなのかな。ちょっとなんかあれ、さっきのやつどこ行っちゃったんだ。確かに静かです ね、 ね。2階も行こうか。はい。ちょっと追いかけられた時ね。あれ、あー、行けない。バリケード張ってある。どういうこと。荷物持ってってくれと。進みそう。開いた。進む。入る？これバッグだ。よし、全部一人で。ああ、一人になれないとね。お前ひどいな。正直者なの。あ、そうですか。だってエマとのことまだ何か隠してるんでしょ。すごい、何嫉妬してんだよこれ。ええー、ほっといてくれ。そっちは、そっちはね。
どうしましょう。いや、まあ、構ってほしいのかなっていう時はちょっとそっちはでもいい気もするけど、そうだ、多分好きなんじゃないか、これがジェイコブのことっていうことかな。めちゃめちゃ話しかけてきますもんね、何か隠してるのは俺の方だって言いたいのか。あ、じゃあちょっと光線的、私をはめたわけ、このたわけ。あ、陰踏んできた。ごめん、うまいこと言いすぎて記憶が。おいおいおい、正直に言え、お前がライアンのことどう思ってるって話だ。ライアン、待ってよ、かっこよくて物憂げで一人が似合って、私なんか頑丈になさそうなライアンの話なんてしてたっけ。いいこといっぱい出てくる。やっぱりね、得意げ。やっぱりな。別に隠してないし。わかってるけど、ほら、気になるなら早く何か仕掛ければいいだろう。来なさい来なさい。キャンプ終わっちゃうよ。で、本当に振られちゃったわけ。いや、こうだ、彼女は言うわけさ、これからどうするんだとか、学校も違うしとか、あれこれで、俺の方も遠距離でも大丈夫とかいろいろ言ってみたけど、最後はごめんって、うん、ごめんされちゃったか。ああ、ダメだった。あんたって完璧に彼女に転がされたよね。そういう感じ。そんなに良かったわけ。そういうもんだよ。敗北感、それが楽しい。まあ、簡単だな、遊び。だから、強がっちゃうか。お。あ。いや、けど、マジで彼女は正しいさ。ひと夏の思い出ってやつだよ。これ以上何を期待するってんだ？そうね。付き合って、婚約して、結婚して、家を買って、子供ができて、浮気して、子供ができて、離婚して、養育費を払って、裁判を起こして。うん、なぜかよりを戻して子供が成人して成年になってめちゃめちゃ喋るな、この人。めっちゃ青いか。介護施設に入って、それから最後に二人仲良く寄り添ったまま死んで、そのまま埋めてもらうの。ローマの遺跡で発掘された遺骨みたいに。野球場だっけ。めっちゃ喋るな、これ。ああ、ごめん、これライアンと私の予定。あんたのは、あったあった、カーセックス以上。これ男ども全部のリストだ。いや、間違っちゃいないな。すごいしゃべり。ケイトリンは乗り気ではない。動くといいけど、これ以上アウトドアさせられたら死んじゃう。おい、死に至らぬ傷は成長の糧となる。私の言葉に傷つけられて、ちょっとはたくましくなった。誰かなかったその言葉。ところで、だな、もしもの話なんだが、俺が超イカレ野郎でもう一晩ここで過ごすために車をぶっ壊すなら、どこをどうすればいいと思う？わざと燃料ホースに穴を開けるか、あとはローターアームを外すとか。そんなやつはマジでイカれてるけど。なるほど、ローターアームってどんなのだっけ。回転する棒みたいなやつ、リード線のつながってる黒くて丸い部品の下。ジェイコブ、分かってるだろうけど、もしここでエマともう一晩一緒に過ごすことができても何も変わらないから、本当にもう手遅れよ。ズシャってジェイコブのことだったんじゃないですか。本当？前回のフラグがここで。さて、どれだ。え？燃料パイプを外す、ローターアームを外す、取り外す。どっちがどうなっちゃうんだろう。燃料パイプを外したら燃料出てきちゃうから、ローターアームにしとけば、またもう一回戻せば。戻せるかな、うん、走るでしょ。分岐。悪く思うなよ。明日元に戻してやる。心配すんな。どこに置くの。ポケ入れた。こっちだよ。何か企んでる感じしない。行くよ、ジェイコブ。おい、ちょっと待て。くるくるくる、やばいやばいやばい。くるくるくる、スティック上。おお。やば、見たか。あぶな。キキ一発。めっちゃ大事、携帯は。投げ銭しちゃおうかな。キモキモ。投げ銭システム。最近のゲームだな。原始時代からやっと現代人の暮らしに戻れる。ハーケットさんもバッテリーの充電くらいしといてくれりゃいいのに。注文が多すぎんじゃない。ハーケットさん見てないね。ハーケットさん確かに誰だ。バッテリーは節約しとかないとね。まあ
振られるのって結構な緊急事態だけどさ。うわきっつ。なんかすごいニヤニヤしてる。どちらすごい顔してるけど。顔からするとまあ有効的。有効的に兄さん、少なくとも俺は夏を十分楽しんだぞ。いいと思いますよ。いいんだよ。別にやることばっか考えてるわけじゃないって。はいはい、続きは車の中でやって。お、車走んないよ。他のみんなは知るわけないだろう。君はやっぱそうだよね。どこ行っちゃったの？なんだよ、なんて言ってほしいんだよ。ニックは俺よりずっと賢くてどんな子も夢中になるぐらいかっこいいって言えばいい。寝言は寝て言え。どういう関係値なんだこの人たち。アメリカってそういうもんだから。そうなんですね。さあ、あれ人がもう変わっちゃったよ。ファビー、ゴージャス1回しか操作してなくないですか。全然来ますんで今から。全然来る。はい、はい、じゃあコントローラーチェンジ。はい、はーい、スタート。アビー、キャンプ場にはいるみたいですね。そうね。こんな広かったんだ。違うところかい、これ。何してるの。一方その頃、あら、お上手。うん、絵描きさんなのかしら。かわいい。いいね、ティーンエイジャーっぽい。うん。はい、お待たせ。エマだ。エマだ。どうなったの。子供たちは巣立って行ったわよ。ハイタッチ。あ、はい、あ、ハイタッチ。いいね、これだけでも。そっか、携帯が戻ってくるんだ。バッグを取りに行って、こんな虫だらけのど田舎から早く出て行きましょう。あら、虫嫌いな人はいるんですよ、やっぱり。いや、基本みんな虫嫌いだけどさ、別に。最悪。我慢しないとさ、ね、キャンプなんて。まあ、そうだな。やることは決まってるわ。鍵をもらう。運命は自分の手で切り開くもの。この場合に当てはめれば、鍵なんかぶっ壊してバッグを回収するってこと。すげえ。破壊的な。器物破損ですよ。うん、さあどうしましょう。いやでもバッグはね、必要でしょ。壊さなきゃ。え？壊すの？ってって。荷物だって取らなかったら後で管理人さんが配送とかないですもんね。うん、ないないない。じゃあ壊して入るか。壊して入る。わかった。なんでそんな選択肢しかないんだ。怒られないといいけど。怒られるよ。いいの。ハケットさんに見つかったら。見つかったら？熊の仕業と思うわよ。この辺りで見たことあるの？ないけど、いるかもしれない。すごいな、エマ。うん、やべえやつだったじゃん。やべえやつだな。大丈夫か？るわよ。いい？1、2、3。いや、簡単だから。すぐ壊れちゃう。救われる。なのかしらね。良い子は真似しないでね。本当だよ。救われたいから。器物破損です。今はあなたに感心している。心配しすぎだって。人を殺したわけでもないのに。そうよね。じゃあ忘れ物があるといけないから一通り見てくるわね。はいはい。信頼関係とかも大事なんですかね。そうね。やっぱり。後々に。なんかありそう。これ。あ、イージーちゃんの。イージーちゃん？あ、子供たち？うんうん。片目取れてるけど。怖いね。一緒に遊ぼうよ。え、怖っ。めっちゃ怖いよ。超怖いんだけど、うん。でもなんか手に取っちゃったから持っていきましょうか。いや、これがうるさくて殺人鬼にバレるんじゃない？殺人鬼。あ、でもこう置いておいて、うん、逃げてこう、ああ、じゃあ小鳥ね、小鳥作戦できるかもしれませんね。持っていこう。イージーちゃんとこ帰ろ。そう、届ける。出会ったからにはね。分岐、方針。何に使うんだろう結局。そして内側には何もない。なさそう。なさそう。リアルだな。お、まだある。靴下。なんだ。何これ。何これ。あのコースみたいな。あれライト。ライト。そうよね。キャンプ場のベッドって最初
家とやっぱ違うから寝れないなとかってなるかもしれないけど、うん、だんだんそれがちょっと新鮮で良くなってくるんですよね。そうね。とどうしてここが新聞に？ん？何これ？地元新聞ノースキルガゼットの切り抜き、うん、最近のものではないようだ。火災について報じた記事らしい。ハケット採石場で火災があったのだろうか。昔の話なの？うん、火災ってやっぱり、うん、これ全部ですかね。OK。これが何につながっていくのか。いや、ぬいぐるみがでも肝心なあれだったんじゃない？ですかね。今何も情報がないまま進んでますけど、うん、こっちでいいのかな。カラスだ。なんかありそう。カラスはちょっと迂回してから行く。なんか最初のあれの時出てたよね。ね、意味深でしたよね。あ、なになに、カラス。どこだろう、何その視点。もうディランの放送で起こされないのか。ああ、ディランさんが放送して起こしてくれた。へえ。怖い。何なの何なの、この静けさは。このカラスはでもあれだな、一番最初出てた仲間だよこいつ。敵の、うん、うわ、じゃあ嫌なフラグが立ってる可能性がありますね。可愛、うん、いな、アビーちゃん。え？ちょっとやめなさい。あ、こら。え？え？何？何をやめなさい？で、電波みたいな？うんうんうん、あの棒をつつくのをやめなさいって言ってましたね。あ、それだけ？あのカラスをでも払ったことにより、あ、どこかにカラスが行っちゃったんじゃない？大丈夫？ストーリー進んだ？あれ？なんかでもあるぞ。うん、何これ、レコーダー？怖い、録音された、何年も前に録音されたハケット採石場キャンプの歌。記録方法は進歩したが同じ歌が今も歌われている。へえ。ハケットさんに会ったら伝えないと。置いてくんかーい、伝えるだけかーい。何だったんだ、他にはなさそう。うん、うん、なさそうだな。これがアビーの最後にならないように頑張らなきゃ。そうね、このいやなんかあるかなって思ったけど、ブランコ、ブランコ特になし。あ、なんだ、なんて書いてあるの。やだ、ジェイコブが見てないといいけど。ジェイコブが見てないといいけど。悪臭がする空の小瓶を回収した。ほう、さっ、なんでなんで結局戻すんかい。なんだったの本当に必要これ。いや、あれでちょっと不思議だな。あれでちょっとね、あ、今とジェイコブがなんかちょっとこういじられてるんだ。あー、ということね。うん、嬉しいでしょジェイコブは。嬉しいのかな、うん、もう忘れたいかもしれませんジェイコブ。そうですね、別れちゃいましたけど、遊ばれたって。いい思い出だよ。大人の余裕ですね、ゴージャスさん。手がかり、案内標識。目を引く標識ではあるが、ハケット採石場がいかに人里離れた場所にあるかを思い知らされる。はあ、人里離れてんだ。マイルがすごいですもんね。ね、6759とか。確かに合ってんのかって気になっちゃう。確かに厳密に合ってんのか、測ったのかちゃんと。もういいの？はい、うん、やろう、情熱的。行こう、やろう、行こう。いいね、何をやるの。ふわふわタイム続くね。出発進行よ。まだ平和ですよ、うざい。自信たっぷり、はあ、演じてるの。みんなが考える、人にうざいって直接言われることなかなかないですよ。いやー、アメリカはそこ言うからね。そうか、わけじゃなくて誇張するの。やってみたら、思わぬ人が振り向いてくれるかも。ダメ、
どうせもう遅いわ。何？ニックのこと？そんなのやってから考えれば。すごい言ってる。ちょっとエマ大丈夫な人なのこの人。お、じゃ、おお。よかった。すごいすごい。あ、うまいじゃない。やば。やば。もし仮にだけど本当にやってみたとして。彼に幻滅したら、あなたとジェイコブみたいに。実際、結構いい人よ。うん、ジェイコブ？ジェイコブはいい人だよ。よかったね。でも別れた。夏だから、遠距離なんて絶対無理。彼にね。あ、ね、そっか。それは、それよ。あなたとニックは別の話。なんでアタックしないの？ニックモテるんだな。メアド知ってるわ。最初の荷物に入ってメアド。あら。メアド？マジで言ってる？ダメなの？ほんと可愛いのね。えらい、アビーはちゃんとよそ見しない運転手だ。え、そうね、でもゴルフカートみたいですよ。ロッキーの方向はこっちに行って。どうして？絶景なの。勝利を祝してキャンプを一巡りしましょう。このこれが過ちだったってことにはならなかったんですけど。いやー、言っていいんだよ。楽しんだ方がいいでしょ。楽しい。ああ、そうですか。最終日。絶景楽しんで。まあ確かに最終日か。日があるうちに戻ればね。そうね。うん、うん、うん。いいけど、勝利って2ヶ月の携帯立ちよ。確かに。頑張ったな。私は無理。ファンを待たせてるし。インフルエンサー系の人だ。ほう。え、なにこれ。え、皮肉。協力的、別に信じないあれはないですけど、協力的。そうなんだ。私もファンよ。アービー、それ褒めてるの？さっきうざいって言ってたけど。しらじらしいな、なんか。本当に素敵。すごい。ぜひそこまで言わなくても。登録してシェアしていいねしまくってよろしくね。やっぱりやめようかな。そんなこと思ってないくせに。ちょっと友達にはなりたくないタイプ。ちょっとね、ちょっとね、あるね。苦手なタイプ。島だよ。島？島？静かでしょ。あれ、煙？え？え？本当だ。どこが燃えてんのよこれ。誰か呼んでくる？火事じゃなさそうね。ハケットさんが何か燃やしてるとか。やばい。何を？怖い。で、思い出したけど、そろそろ戻った方がいいんじゃない？そうね。だってほら、ニックが行っちゃうものね。じゃなくって、うん、きっとみんなが待ってるわ。明るいうちに帰ろう。はいはい。みんな、ね、ニックも含めて。すげえ、モテモテだな。ニックがどんなやつなのか見たくなってきましたね。ね、さあ、何これ、何の視点？何の視点これ。家の中から覗く。あれ、あの、ローラが、はーって目が覚めたけど、はーって寝ちゃったみたいな、そういう視点だったりして。あ、ディラン来た。来ましたよ。ディラン行くか。さあ、続きまして、ディラン、準備 OK、行きましょう。さあ、時は進み。心配ないって。うん。満タンにしといたから。これがディランか。そうだろ。バカ。何？誰か充電器持ってない？圏外に決まってんだろ。そういうことか。こんな不景気な場所。うん、君みたいに。うるせえ。まあいいや。出発する前にハケットさんに充電させてもらおうかな。あ、そう。ハケットさん、さっきから出てくるけど。うん。顔は見ないですね。あら、女子来た。出た。帰ってこれてよかった。ニック。いや、今まで。あ、これがニックか。ニック、そいつがニック。教えてあげる。聞かなくていいから。どうした、どうした、どうした。行くわよ。その前にバッグを積まないと。ああ、それなら、うん、それなら俺がやるよ。いいえ。優しい。その必要はないわ。あ、エマのね。なんで？これぐらいのことを遠慮しなくても。自分でできるって言ってるじゃない。自分のことは自分でやれるわ。ありがとう。わあ。つらい。手伝おうって言っただけなのに。悲しい。つらい。うん。
く。つつく、つつく。なになになに、あ、アビエ、大丈夫。話しかけるってことか。ああいう時に何もしなかったら、うん、あの続かないとかなるんで、その辺も選択していただいて。つつくでしょう。ほら、アビーのちゃんと見てないといけないから ね、でもニック好きな人もう一人いますからね。すごいドロドロだなこの関係。いました、ニック好きな人。この人ニック好きですよ ね、ライアンですね。あ、ライアンか。こっこつけながら僕の思いにふけってるんじゃないの。ここだ。もう一人いるのか。あ、下でこれですか。一人でパーティーとか。まさか、ポッドキャストを聞いてたんだ。あ、ポッドキャスト。ポッドキャストか。どんなの？ん？ほっといて。俺のこと？トピックは何？俺？いや、俺が聞くと思うかい？そんな話を。その中でトピックになるのは私くらいのもんよ。ひどい見た目と匂いになる方法とかそういう内容ならね。あんたって本当にお子様よね。でも俺は見た目も匂いもまともだよ。いやちょっとアメリカじゃ生きていけないです、うん、私。いやいやそう、どこまでがジョークでどこまでが本気なのかわかんないね。辛くなってきちゃう。どこの誰だって。待って、ローバ？ハケット採石場のローバ、うん、その口ぶりだとご存知ない。知ってるの？知ってたら聞くと思う。ストーリーテラーみたいな人だよ。聞かせてあげなよ。あの人かな。従っているようには見えないけど。分かったからさっさと話したらどう。このキャンプ場にまつわる子供向けの階段だよ、うん、何年か前に一人の老婆が火事で死んだんだ。完全に行方不明になった幼い息子を探して今も森をさまよってるのさ。あれ噂があるんだよ。囁き声が聞こえたとか、闇夜に浮かぶ老婆を見たとか。見た見た。よくあるパターン。あと一人でいる時に捕まったやつは息子の身代わりにされるとか。見つけたって言われたから私たち身代わりにされてるんじゃないですか。ここのところはよくわからないけど、それが老婆の正体だよ。老婆嘘っぱちでしょ。ポッドキャストで聞いたんだよ。ポッドキャスト最強だ。信用性高いんだ。個人的であなたのよりちょっとよくわかんないですね。うん、たまによくわかんなくなるねこれ。うん、でもなんか信じすぎるのもねなんか怖いですよ ねちょっと。うん、でも協力的であってほしいね。マジな話、キャンプファイヤーで子供たちに聞かせた時はやばかったよ。トラウマもさ。いやそのそこまでじゃ。ちょっと裏切る。こっちは協力的だったのに。まったくバカじゃねえの。どうした、何かトラブルか。どうぞ。なんでもないんです。ハケットさん、これが日が暮れちまうぞ。はあ。ごめんなさい、何しろ荷物が閉じ込められてて。やめて。誰かさんがくだらない階段なんかで女子の気を引こうとしなければ。じろって言うから。階段だと。なんでこんなギスギスしてるんですかこの人たち。なんか悪くなってキャンプして。あの車のキーをもらえますか。おっとそうだな。ハケットさん一番イケメンじゃない。近頃どこにも忘れっぽくてな。事務所のようだ。優しそうな顔してる。来てくれライアン。はい。ミスターハケット、なんだ DJ ディラン。ちょっと充電させてもらえないですか。DJ、車の中で音楽を聴きたいんで。ダメだ。ダメかい。苛立ち、ずるい。ずるい。充電はこの後必要な気もしますよね。県外だから使えるかわかんないけど。いいかい、閉めと。そっすか。わかりました。すまんな。俺のイヤホンを片方貸すよ。あ、大丈夫かな、スマホ充電しなくて。あ、ライアンだった。ライアン、ライアン、このまま行きましょう。はい。あのポッドキャスト、ハケットさん、大好きライアン。実は聞いてほしいことが。おっと、首とでも言うか。いえ、
あの別に相談ってほどじゃないんですけど。どうした、こんなタイミングで電話で。待ってくれ、大事な電話だ。あ、はい、すいません。出ろと。もしもし、ホットキャスト聞くでしょ。盗み聞きしようか。そうだな。出てくれって怪しくないですか。もう出て行かせるさ。もう少しだけ待ってくれ。間に合わなかったら、こっちのことは何とかするから。何の話してんの。ホビー、時間の無駄だ。もう切るからな。ヤツが現れたら始める。何ヤツ。どこかに隠れてるんだろう。それよりこの電話が長引けば長引くほどガキどもを追い出すのも遅くなるぞ。うん、追い出す。ああ、分かってる。じゃあな。何かの陰謀が渦巻いてるよこれは。でも早く逃げた方が良さそうではありますよね。そう、でもすぐ逃げちゃったら。すみません、終わっちゃうか。何も聞いてません。ここで待ってた。なんでそれを言っちゃうの、ライアン。正直なライアン。正直だな。鍵を探すのを手伝いましょうか。いやー、いい。この時期は忙しくて。ったく。ところで話ってな。あ、そうです。アニメーションスクールのことなんですけど。アニメーションスクール、うん、そのですね、俺はキャンパスに住むことになるから、どうしたって妹は祖父母に預けなきゃならないんです。だって母は近くにいないし、サラを一人ぼっちにはさせたくないですし、他に頼れる人がいないんですよ。ああ、家族は大事だぞ、ライア。それで、畜生。ん？ん？どういうこと？ん？もっとちゃんと話を聞いてほしいってこと？うん、大事なことなんですよってこと？大事なことだ。ちょっと語尾。どうしました？大丈夫ですか？いいんですね。でも本当に悩んでるんです。俺も必死なんだ。サマーキャンプを成功するためにな。態度が気に入らない。あら、去年のやばい。目つけられた。ガキどもをビビらせたら商売上がったりだ。クレームかな。怒り狂った親どもと来たら悪夢を見ただのなんだの。次からは俺の身になって喋れ、あんなくだらない。あと老婆の話ですか。次はもっとよく考えろ。頭を働かせてな。怒っちゃった。なんかすいません。謝る。謝ろう。もうなんかね、気を悪くされたんだったら。そんな問題になるなんて。自分の行動がもたらす結果を考えろ。リーダーに大事なことだ。いいな。はい。そうだ。リーダーなの。これはクンバヤをやることだ。クンバヤ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 を知らないのか。やれやれ。時代は変わったんだな。ん？え？俺の時代はとか言う人？ね。ハケットさん、どうしたんです。クンバヤを教えてくれ。日が暮れる前に君たちを送り出したいだけだよ。うん、なんか急いでますもん ね。なぜ、なぜって聞いちゃう。なぜを思い出したの。なんで。夜道の運転は危ないぞ。家に帰るまでが遠足なんだ。だどうした、急に。突然ね。急に。ちょっと待ってくれ。どうした、ちょっと息が荒いですよ。どうした、大丈夫。一体どこに行っちまったんだ。何探してるの。大丈夫。ケーレブとケイリーには、ハケットさんからよろしく言っておいてください。来年また会えるさ。うん、ケイレブはオフシーズン中はスクラップ工場で働いてる。スクラップ工場。ケイリーはやりたいことを探してるが、人生これからだ。二人は気が向いた時だけ遊びに来るんだ。若者らしくな。友達だったのかな。正直言うと荷造りを手伝ってほしかったんですよ。よくやってくれたみたいだな。あの二人には俺から伝えておくよ。うん、
車のドアを開け、ポケットに鍵を入れ、事務所に。なんか探してるのを思い出してる。鍵だ、あった。いやいやいや。同じ場所に置きなさい、いつも。いや。よく見つけたな、今。整理整頓よ。さあ。はい。ちょっとハケットさん、思ったよりイケメンなタイプじゃなかったな。そうね、ちょっとね。圧が強い人でした。出て。急いで用意するんだ。荷物を入れよう。今度こそ出発だ。鍵閉めて。でも車動かないですよね。ねえ、あれ外しちゃったからね。だから電源を切って渡すようにと言ったんだ。ルールはちゃんと守れ。だからか。そんな挑発には乗らないっすよ。わかった、ならさっさと車に乗り込んで、とっととお家に帰るんだ。帰れないよ、どうしよう。帰ろうほら。どうした。いや、どうしたのかな。なんかエンジンの調子がおかしい。悪いやつだ。悪いやつやな。やばい。故障したっぽいぞ、こいつは。演技下手だな。故障したっぽいぞ。おい、壊れちまってるって言ってるだろ。やり方が間違ってる。やり方が間違ってるのかも。なんだよ。もういい。お前はどけ。まあまあ、大丈夫。落ち着いて。うん。あ、分岐した。分岐した。何もしてないのに。と言ったはずだぞ。あれじゃないですか。燃料か、ローターかの分岐。何も意味もないだろうが。え？これで燃料だったら燃えてたんですかね、やっぱり。バンってやった瞬間に。まあ、ほら、もう一晩ここで過ごすだけのことじゃないですか。ちょっと、黙ってる。やばいんだ、やっぱりここにいたら。多分地下のやつが目覚める。上にやつが現れるって言ってましたよね。おお、物に当たらない。いや、めっちゃおかしくなってんじゃん。落ち着け。さっき電話あったんだから電話すればいいのに。大丈夫だ。ん？お？ああ、受け取んなきゃ。はい。楽。ライアン、ちょっと来てくれ。なんですか？どうした？なんだ？え？大人の話？今夜一晩全員ロッジで過ごすように。あれ、鍵をかけ開けるな。うわ、中にいる。降りてくの？はい。明日の朝には戻る。それから出発だ。とにかく誰もロッジの外には出すな。ロッジの外に出すな。約束できるか。いや、でも出ちゃいたい人はいるからね。出る人いるよ。いいよ。いいよ、いいよ。大丈夫かな。わかりました。外へ。大人としてそれでいいのか。頼むぞ。いや、危険なんだよ。鍵をかけろ。頼むから絶対に騒いだりするんじゃないぞ。頑張ればみんな乗れるんじゃないの。乗れそうですけどね。いやジェイコブやね。ジェイコブ車をジェイコブがね、直せばすぐですよね。あ、そっかそっか。どうしろってわけ。それがロッチから朝まで絶対に外に出るなって。怖ー。それマジ。また来るのよ、やばいやつ。ありえないんですけど、じっとしてろっての。言われた通りロッチにいよう。いいよ、朝までね。いいけど。うのでもやってくるの。従う必要ないんじゃない。うわ、あれ、どうやみ、バケツさんの指示に従おう。バケツさんの指示に従おうって言おう。もう大人だから。いや、ダメだってば。いや、子供だよ、みんな。ダメだよって言われるとやりたくなっちゃうタイプなんじゃないですか。気にする必要なんてないって。首、もうあの人ボスじゃないんだ。首ガシャってやられるぞ。怖い。パーティーをするんだよ。決まってんじゃない。これだけお膳立てが整っちゃってんだよ。家の中でやればいいじゃん。ね、打ち上げにパーッと景気よくやらなきゃ。嘘でしょ。
そう来なくっちゃ。俺も乗って、ニックもだよな。乗るよ。ディランは？まあ聞くまでもないか。ケトリンは？みんなで合わせるわ。よし、じゃあエマ、君は？エマ。乗ったわ。ハケットさんの口ぶりは真剣だったと思うわ。俺たちをビビらせようとしただけだろう。あれだよ。あ。ライアンの階段と同じさ。どうして私たちを？どうして？錯乱してたよね。危惧はした方がいい気がしますよね。ハケットさんは俺たちを怖がらせようとしたんじゃない。あの人自身が何かを怖がってた。おいおい、すごく真剣な顔をしてたじゃないか。うん、してた。乗るって言えばいいのに。最後の夜だよ。同調圧力だ。でもバレやしないって約束したんだ。ああ、なるほどなるほど。そういうことだ。ダイヤに退屈し始めて。やばいやばいやばい。がっかりさせたくないんだ。どうする？誰か考えなきゃ。あ、そう、誰か考えなきゃ。誰か、俺だけは考えていようっていう大事な気持ちもいいかも。話進めないと。波風立てる前に紳士的に行くぞ。俺は何やるぞ。ライアン、待てて。おい、オーケー、オーケー、空気を変えようぜ。パーティー実行委員会を開催するぞ。なんかジェイコブ嫌なやつに見えてきたな。すみません。まあ性格も変わるんで。そっか、性格も変わるんだ。ディランはそうだな、携帯を充電する方法なんとか探してくれ。それじゃ始めよう。どうなっちゃうの？結局何人？何人だい？五人ぐらい？六人？ディラン、ライアン、ジェイコブ、六人ですかね。うわ、もうやばい。狙われてるよ、もう。スコープ狙われてるよ、もう。おじいちゃん、え、どうなった？え、なになにこの血だらけみたいな人。なにこれ、絶対やばい人じゃないですか。うわ、サーカス団、サーカス団。この人たちが、なになに、明らかにやばい人たちだ。塗ってるんだ。塗ってんの？何？え？狩りをするつもり？なんか魔除けに塗る文化が昔あったとかありますよね、民族で。怖いよ、でも。うわ、やばいんじゃない？なんで書いてあるの？ハンティングシーズン。ハンティングシーズン？ん？ハンティングシーズン。そんなこと言われても、ハンティングの、ハンティングされちゃうの？おばあちゃん、おばあちゃん戻ってくるだろうと思っていたよ。息子ではないけどね、うん、で、何を見つけたんだ？先生か。節度を考え、うん、ほどほどに抑えておくか、それとも、あえてやりすぎるか、加減に注意することだね。とはいえ、節度を守った結果、かえって遠回りになってしまうこともあるから、注意をし。どういうこと？もしお望みならもっと。お、これだ。出た。そうだ。注目ポイント。ちょい見せポイント。そう言うと思っていた。バレてた。これが何？これを見ておくと分岐がここだってわかるんですかね。何かを開いた時間のマーク。爆竹？さっきの人たちが。早くお行き。まだ酔いの口で、月は明るいとはいえ時間は無限じゃないし、隠された秘密は多いんだ。せいぜい自分を見失わないように気をつけな。いや、見失いそう。さあ、カードを探すんだよ。カードを探した方がいいんだ。分かったけど。うまく生きていけるかしら。一晩無事だったらいいってことね。そうですよね。朝を迎えればいいってことですよね。おわー。あー。
とりあえずはそうね、のもうそこのまた人が残んなくちゃいけなくなってって話ね。そうですね、車がね動かないので。ジェイコブーいやいや、でもやっぱりね忘れらんない、忘れられないんだ、忘れらんないいるんだやっぱり。なあ今ちゃんゴージャスさん、ね、いるんですかゴージャスさん。そうなんですか。僕はいないです。いないんだ。これ全てを忘れてます。全てを忘れて今だけを。あ、はい、なるほど。その前一番最初のローリーだっけ、ローラー、ローラ、はい、あローラはもう終わっちゃった、過去のもの。だからローラも出てくるんじゃない、この後出てきますかね、うん、あのおばあさんがローラだった。2ヶ月ですごいその因縁的だね。いやでも最初オープニングの時あのおばあさん出てきた気がするから、ね、同一人物ではないと思いますけど、どうなっていくかっていうのはちょっとね謎なところで、はい、はい、続けていきたいと思いますんでよろしくお願いします。はい、ということで本日ここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。キャンプ行きたいね、やっぱり、ね、キャンプちょっと見てると行きたくなってきましたね。やっぱり海より山でしょ。海ですよ。海かい、埋まらんな。みんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれ、ここ。メンバーシップはそれ、ここ。次回も面白さレボリューション。バイバーイ。